きらびやかなライト、揃いのステージ衣装をまとった演奏者たち、そこから紡ぎ出される素晴らしい音楽。交響楽団なんていうとまあ普通そういうものをイメージするだろう。僕らの暮らす富士見市には富士見と名の付いた交響楽団が2つある。一つは市がバックアップしているセミプロのオーケストラ、そしてもう一つが交響楽団のイメージを根底から覆す通称二丁目オーケストラ。僕の所属している富士見市民交響楽団だ。ストップ！彼は突然僕らの前に現れた。それはほんの数分前。5人目です。先生どうぞ。血が出なくて本当よかったです。どうぞ先生どうぞ。どうぞどうぞ。皆さん喜んでください。私どもは長らく専属の指揮者を持たずに、もとい、持てずに持てずにやってまいりましたが、この度その念願の専属さんに来ていただけることになりました。おお。ご出身は東京芸術大学、ドイツオーストリアでそのタクトに磨きをかけられ、あの M 響でサブコンダクターをされている、東の院 K です。木偏に同じの東に病院の院、 K は土二つの K、 東院と呼ばれることが多いので、東と院の間にカタカナの脳を入れます。コンサートマスターの森村優希です。どうぞよろしく。個々の紹介はおいおいでいいでしょう。まずは諸君の腕前を確認しておきたい。コンマス、曲を指定してください。はい。今やってんのはモーツァルトのアイネクライネで、まあそれしかないっていうか、ね、フルート担当の川島です。今私たちが練習中のアイネクライネのハートムジークでお願いします。やっぱそうだよね。じゃあアイネクライネ。結構。ではアイネクライネのハートムジーク。ただいま、はい、ただいま、ただいま。ただいまできましたと。第一印象は最悪だった。なんだよこの高飛車な態度。スタート。何か基本的なことを言っておきます。演奏中は僕から目を離さないでいただきます。え、はあ、ちょ、何言ってんだあいつ。東の院さん。何です？私たちまだアンプできてないんです。タクトだけを見るっていうレベルじゃ。譜面には芸術の素材はありますが、それは単なる素材に過ぎません。真の芸術は諸君それぞれのここにある。では5小節目から。はい、よし。